おはようございます。パフューム講談です。パフュームのグッズ紹介、えー。今回は、はい。はい、こちらの商品。えー、パフューム USB メモリーです。はいえー、こちらはですね。えー、パフューム PTA 結成10周年、えー。パッと楽しく遊ぼうの会ライブハウストアのグッズとなっております。合ってるよね。<laughs> で、こちら。 注意書きなんですけど、これ全部手書きなんですね。全部手書きなんですよ。ノッチの,っちの。このね、紙とプラだけは印刷なんですけどね。もちろんこの表紙の表も全部ノッチの手書きです。でこれがアーチャーですね。で、貸し床。 もっち。ちょっと開けてみますか。これもね、アスマートにすらね、あの、商品ラインナップがなかったんですよ。確か値段が3500円ぐらいだったと思いました、はい。開けたらこんな感じになってて、ね、頭だけがちょっと取れるようになってます。これ、ね、可詞家なんですけど、この、 ここの部分ね、これがスポンと取れて、これが USB になってるわけですね。はい。で、裏側に Perfume って書いてあります。で、この USB の容量なんですけど、えー、2ギガの容量です。で、この頭を付け替えることで、はい。これノッチになったり、 え、こうやって、あーちゃんになったり、するわけですね。ね、で、歌詞歌になると。まあ、容量2ギガなんで、やっぱり、パフュームに関するデータとか入れたいなと思ってて、えー、じゃあ何を入れましょうかっていう話なんですけど、2005年の3月13日に、秋葉原で、あの、ゲリラライブ、まあ、ゲリラでもないか、予告はしてたんで、 で、確か、多分調べれば出てくると思うんですけど、その日、あの、3月13日、雪が降ってて、あの、パ e ュームがライブしてる最中に、もう雪がどんどん降ってきてて、で、その時のパフュームの衣装も、あの、なんか、つなぎ、白いつなぎみたいな衣装着ててそれ、それがすごくね、なんか雪とマッチしてて、いいライブだったんですよ。普通にあの、 デジカメで撮影してました。うん。なんかダメ,ダメとは言ってなかったんで <laughs>、当時まだスマホがなかったんで、ちょっと僕もそのためにソニーのちょっとお高いデジカメ買って、えっ、ー、とね、確か1曲目が、えー、モノクロームエフェクト、2曲目が美味しいレシピ、で3曲目が、えー、スイートドーナツ。 この3曲を歌った動画をこの中に入れました。でも、ちろんその動画、YouTube に上げるつもりもありませんし、僕が個人で本当楽しむだけの動画です。もしも見たいのであれば、もう僕の家に来るしかないですね。えー、皆さんもどうにかね、手に入れられるもんだったら手に入れてみてください。<laughs> では今日はここまでです。したっけ